どうも、ゴルフのミツヤです。いつもありがとうございます。今回は、最後のフィニッシュ。これが、フィニッシュきつくて、体が硬い、痛いと思っている方、どうやったらフィニッシュをきれいに取れるのか、これを皆さんに解説していきたいと思います。フィニッシュがきれいに決まると、そのフィニッシュまでの過程が全部、理想的な円を描くような、スイングになっていきますので、ぜひ最後のフィニッシュを大事にして、どうすればスムーズにフィニッシュが取れるか、これを解説していきたいと思います。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さんの頑張りを本当に見れることを感謝してます。ありがとうございます。そして動画を見てくれている皆さん、今回が初めての方、毎日見てくれている方、すべての方に感謝申し上げます。それでは早速いきたいと思います。最後のフィニッシュ、ここまで回りましょうね。そうすると伸びやかなスイングになりますよ、こんなことをレッスンで言ったりするわけですが、このフィニッシュが結構きついという方が多いんですね。ここから上げます、振り抜いて、ここで止まっている方結構多いんですね。ですからこれをもう少しここまで頑張って振りましょう。これゆっくりやるときついです。きついんです。それはなぜきついかというと、クラブの勢いがないからですね。ゆっくり形を確認したときに、ここまで行くんですか、いやもっとですか、きついです。それはきつくて当然なんです。それはクラブの振り抜かれる勢い、これをうまく使ってあげることによって最後までいけるんですね。ですからスイングをしたときに向こうに向かって打ちたいわけですから、振り抜いていく方向に引っ張られていくことによって最後のフィニッシュが取りやすくなります。そしてこのフィニッシュ、ずーっとその姿勢を取ってないといけないかというと、そうではありません。少なくとも2秒。あんまりフィニッシュずーっと立ってても、プレイが遅くなってしまいますので、打ち終わったら2秒。これぐらいの感じで止まれると、その一瞬止まってて、はーとその後ほどいても構いません。すべてはこのクラブの勢い。回転する勢い、遠心力が働いてますので、その恩恵を最大限に感じながら、フィニッシュの形を取ってください。そうすると、そこまでのスイングの過程、それが全部滑らかに大きく伸びやかな、フィニッシュが取れるようになります。大きくて力強いスイング、それにつながっていくと、ボールはまっすぐ遠くへ飛ぶようになります。ですから、特にドライバーショット、最後のフィニッシュをしっかり取る。フィニッシュが素晴らしいですね、というと、フィニッシュだけですかと言われてしまうことが結構多いんですが、フィニッシュの形っていうのは非常に重要なんですね。その形がかっこいいと、スイングは正しいよ、ということです。よく、ツアーの選手なんかも、こういう形で、写真を撮ったりしますよね。これは、やはり、ゴルフをやる方にとって、一番決まったぞと思える形なんですね。ですから、その形に向かってスイングをしていく。この感覚を大事にして、そして、振り抜かれる勢いを最大限使ってあげないと、このフィニッシュは、きついという形になってしまいますので、振って、その形が取れる。勢いを使って、その形が取れる。そういうスイングを目指してやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。かっこいいフィニッシュが取れるように頑張ってやってみてください。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。